フランク・マクグリンシニアはアメリカ合衆国の俳優。舞台劇や映画に出演し、エイブラハムリンカーン役として成功を収めた。1866年、サンフランシスコにて生を受ける。彼はフランクとメアリーのマクグリン夫妻が設けた最初の子供で、兄弟としては妹二人、弟一人がいた。国勢調査記録によると、1869年に、 生まれた末の弟ジョージは1870年から1880年の間に死去している。父はニューヨーク出身のアイルランド移民2世で大工を経て不動産業者として働いていた。母メアリーはカリフォルニアゴールドラッシュ頃に渡米したオーストラリア出身のアイルランド移民2世だった。もともとマクグリンは法律家を志していた。 カリフォルニア大学ヘイスティング法学部にて法学位を得た後、1894年から弁護士会に名を連ねることとなった。しかし、それにもかかわらず1896年には、カジノ劇場にて、喜劇、ザ・ゴールド・バグへの出演を果たしている。ジョン・ドリンク・ウォーターの舞台劇に出演する際、リンカーンに噴したマクグリン1896年末、マクグリンは舞台劇、 アンダー・アッツ・レット・ローブの路上公演を感激した。この劇は、スタンリー・ J ・ウェーマンの同名小説を原作として、エドワード・エベレット・ローズが脚本を担当したものだった。その後の20年間、マクグリーンは、ストック・カンパニーの一人として、舞台劇や初期の無声映画に、脇役として、出演を続けた。彼が大ブレイクを果たすのは1919 19年のことである。 当時53歳、身長6フィート4インチだったマクグリーンが、ジョンドリンクウォーターの舞台劇、エイブラハムリンカーンで主演に抜擢されたことが、きっかけだった。エイブラハムリンカーンは、コートシアターで193回も上演され、路上公演も含めると2年間以上にわたり、公演されていた。1924年には、リード・フォレストとジェイサールドリーが手掛けたニリールの、 完編映画、エイブラハム・リンカーンに出演した。この映画は、ドリンクウォーターの舞台劇を原作としており、このフィルム方式で撮影されていた。ブロードウェイでは7つの舞台劇に出演した。最後に演じたのは1930年に、シアター・リパブリックで上演された、舞台劇、フランキージョニーのジョニー役だった。その後、 リンカーン役を中心に1940年代後半まで映画出演を続けた。彼は10本の映画でリンカーンを演じ、1本の映画でリンカーンを演じる俳優を演じた。1951年5月18日、ニューバーグにあった娘の家で死去した。死去の時点で家族として3人の娘、すなわちヘレン、バージニアローズ、マリーローズと息子トーマスがあった。 妻のローズともう一人の息子で俳優のフランク・ジュニアはマクグリによりも先に死去している。遺体はホレストローンメモリアルパークスモーテシューアリーズに埋葬された。ありがとうございます。